なんかポケモンスナップみたいなゲームやりてえな。あれ面白かったよな。ポケスナみたいなゲームねえの。ポケモンスナップみたいな、ほんとクズみたいなゲーム。あれやりたいわ。あれなんか根強いネタを残してたまで、堂々っていうわけわかんない。なんで堂々がそんな人気になったかわかんないけど。ちょっと待って、俺のポケモンスナップの録画の再生数を見てみよう。あれはニコニコ動画で評価されてるのかっていうの。ええー、あれもう3年、嘘でしょ？ポケモンスナップ2014年なんだけど。え、去年じゃねえの？ポケモンスナップって。え、20代？俺。ちょっと待って、見ていいか？一瞬。2014年12月22日にアップしてる。2年4ヶ月前。うわー、ちょっと待て。うますぎるだろ、今の。え、これ150匹いんの？絶対全部取ろう。きっしょ。150匹集めようとしてる俺ガルーラが。がいるんだよ。俺ガルーラ取りに来たんだよ。えー、すげえ。え、これ見てこうぜ。これすげえ。おい、これ見てくれよ、俺が取ったやつ。伝説の堂々。伝説の堂々。これやってるよって感じだろ。何？うんこじゃやってるよ、ポケモンスナップって。あ、やってるよって俺、会話そうしてだたよもん。な。全然間お前違っバてカない。だもん、ほんと死んでほしいわ。くだらねえ。全然間違ってない。俺の言ってることはいつも。俺の言ってることはいつも間違ってないなっていうのを今、判明した。え、てか悪い。放送終わってるポケモンスナップ見るわ。悪い。こんなところに伏兵がいた。